今週は公道走行可能な市販車で世界一速いオートバイとしてギネス認定された鈴木はやぶさ1300に真人さんがライドオン。さて気になるその行き先は、さあ今週もやってまいりました週刊バイク TV。 今年も走りまくり喋りまくりの1年にしようと思っておりますが、今年の一発目はここ横浜。もうね、今も見ましたけども、思いっきり横浜でございます。山下公園の脇に来てるんですけど、今週はちょっとねスペシャルゲストを呼んでるんですが、やってまいりましたね。おはよう。おはようございます。おはよう。さあ、そういうことでございまして、今週はスペシャルゲストとしてこの方をお招きいたしました。自己紹介一つ。おはようございます。ミニカンギャルの藤原明子です。はい、ということでございまして、と言いながらですね、藤原くんとはですね、いろんなイベントでも結構すごい合ってるんですよね。そうなんです。実はでもその前にですよ、はい、もう何年も前から見てましたよ。だからもう今日緊張で緊張で、いや何を言う、まだガチガチです。何を言ってんねんな。もうガチガチどころの騒ぎはね、もううちのブログが燃えるんじゃないかと思って、本当にもうワクワクドキドキガタガタな感じでございますけども、まあですね、今週、初めてこう、藤原君と一緒に走るわけですが、はい、今週からちょっとね、やっぱ年明け間近、うん、間近じゃない、年明けすぐのことですから、皆さんのですね、はい、1年の交通安全祈願を、あ、うんうん、我々で、はい、しに行こうやないかと、番組的に。おー、すごい。やっぱりね、うん、やっぱそこら辺をきっちりやっとかないと、うん、特に第3次バイクブーム来てますから、うん、おー、じわじわ来てますよね。でもあっちこっちでね、ガッツガッツンですよ、うん、もう世の中バイク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 です。今バイク乗ってない人は全然ダメです。いや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 、真人さんノリノリなのは分かりますが、それはちょっと言い過ぎですって。その状態の人たちにも安全に走っていただくために、リターンしていただくために、安全に乗っていただくために、交通安全祈願ツーリングに行きたいと思います。どこ行くんでしょうかね。横浜を起点に2人が目指したのは古都鎌倉。道中はインカムトークで盛り上がります。でも藤原君はこうどうなの、横浜とか鎌倉とかって走ったことはある、うん、ツーリングはないですね。車で行ったことがあるぐらいなんで、でも行きたかったんで、1回そっちの鎌倉方面とか映画浜、逗子とか気持ちよそうやなと思ってたから、すごい、うん、でラッキーと思って。なるほど。そう、今回藤原さんが乗るのはスズキ V ストローム 650ABS。 これまで海外使用限定車だったこのバイク、2013年1月8日に待望の国内使用車が発売されるということで、先日商品説明会が行われました。その会場はスズキワールドグループ最大のメガストア、スズキワールド新宿。真人さんも駆けつけたそのイベントに真っ先に登場したのは、鈴木二輪代表取締役の浜本秀信さんです。ツーリングを快適にですね、楽しみたいというベテランライダーをターゲットに販売してまいります。待ちに待った国内使用車の登場とあって、会場は華やかな熱気に包まれました。そしてその魅力を語るのはこの人。この V ストローム650、これね、以前型、いわゆるその海外仕様のもの、シム基地のもの、まあいろいろありますけれども、そのうちの1台を、試させていただきました。もうすごく快適で、ホイールベースも長いし、こういうデュアルパーパスモデルっていうのは動きがちょっと重たいんじゃないかっていうところがあったんですけど、ツーリング、いわゆる、高速道路をロングディスタンスザーッと走るのもこのホイールベースで楽ちん、ウィンドスクリーンの、形状が、秀逸な分だけ風の当たり方が、非常に、良い楽ちんな形。例えば峠道に入ってちょっとスポーツライディングをしようと思った時にも、思った以上に軽快に走ってくれる。
しかもタンク容量も20リットル、ね、まあ若干あの海外モデル、輸出モデルと比べるとスプロケットのセッティングとか、若干 ECU のセッティングとか違うみたいですけども、全然気になるレベルではないはずです。むしろ国内での、例えば100キロでの巡航、調数リアのドリブンスプロケットの調数が47兆から44兆になったことによって、低い回転数で100キロの巡航ができるといったような形になっています。あとここの今僕の後ろにあるのはいわゆるフルオプション、オプションパーツをつけた状態でのものです。よりあなたのニーズに合った形に進化できるオートバイ、やっぱベースがしっかりしてる分だけ余計にいいと思います。ただこの見た目のイメージでいや僕乗れませんよなんて思わないで乗ってください。乗ってみないとこの人の良さは分かりません。ぜひ乗ってください。そしてもう一台この日発表になったのがスズキバーグマン650エグゼクティブです。例えば250のこういう大きいスクーターと650のこの、バーグマンとの大きな違いっていうのは何ですか？そうですね、やっぱりまあこの大きさもすごい、まあメリットにはなってまして、うんうん、まあ、直進安定性だとか、はい、まあ、当然排気量によって、まあ、高速での巡航の回転数も低いですし、うんうん、まあ、ゆったりと乗ることもできますし、まあともあればその650というパワーを生かした、まあ、ガンガンに走るっていう走り方もできるっていう、そのいろんなシチュエーションに対応できるっていうのがやっぱり250、400と650の違いじゃないかと思ってます。なるほど、やっぱりその、排気量なりの懐の大きさ、守備範囲の広さっていうのが現れてくる。はい、はあ、まあ、でもさて交通安全祈願ツーリングに出かけた真人さんと藤原さんは横浜市金沢区の朝比奈交差点を左折。だんだん鎌倉色が、もう鎌倉は間近です。どうですか、こういう線状舗装されてますけど、これはでもスピードがセーブされて、でも実はこれ水はけを良くしてるんだっていう話があったりとか。あ、そうなんですか、この道、はい、でこれ見るとさ、うん、うわって思って急にこうゆっくり走らなければってフラフラになったりする人多いじゃない。うん、うん、せやねんけどあんまり気にせんかったら気にせんままで走れる、走れるところなんですね、うん、で特にその V ストロームとかだと、うん、基本石畳とかを走るヨーロッパの道を想定して、うん、足回りのセッティングをされているので、おお、うん、特にこういう道とかっていうのはあまり気にせずに走っていける、うん、意外と猫足。さあ向かうは建長寺、いざ交通安全祈願へ。いよいよ鎌倉に到着。鶴岡八幡宮の赤い鳥居を過ぎるともうすぐ目的地です。わー、待ってましたねえ、うん、本当にあの何やろ、車であったり電車であったりっていうので、うん、あのよく来る人は来るんやろうけど、うん、バイクで来るとまたね鎌倉も見え方が変わってくるやろうからね。全然違いますよ、はい、で、うん、まあ一般的にこう何やろ、なんとか祈願とかっていうと、うん、あそこの鶴岡八幡に行きたがるのさ、はい、そこは行かず、うん、建長寺に行きましょう。建長寺、はい、建長寺って知ってる？私はね、初めてなんです、実は。そうですよね、実はこう言ってる俺も初めて。けんちん汁の発祥の地ですよね。あ、さあ、トンネルを越えてちょっと行くと見えてまいります、建長寺の文字、はい、で建長寺は鎌倉御山の中で最も位の高い臨済宗建長寺派の総本山、はい、入り口の門をくぐるとそこが駐車場と、バイクでのアクセスもとても便利です。へえ、このまま行っちゃって大丈夫なんですね。さあ、そういうことでございまして、はい、安全祈願、はい、来ました、厄除け、はい、ここでございます。はい、建長寺に、うん、いざ、おう、行くぞ、行きましょう。さあ、境内をしばし進むと目に入るのが建長寺が創建された1253年以来ここに根を張る秋の大木、そして右手の鐘楼には
国宝に指定された梵鐘が。何ですかこれ。その先に忽然と姿を現したのが重要文化財の三門。おびんずる様ですよ、おびんずる様。その下には自分の体の悪いところを撫でると良くなると言われるおびんずる様の像が。あ、私も結構すごい肩こりがひどいんで。肩こりがひどい。頭痛がちょっとひどいんで、はい、じゃあこの辺を。禅寺には珍しい地蔵菩薩のご本尊が安置された仏殿。欄間の彫刻や荘厳な格子天井も見どころです。欄間がなんと。その奥にある法堂は住職が大衆に仏法を説く講堂です。うわー、法堂とかにごっつやせてますね。中央に安置されているのは釈迦苦行像。厳しい修行に臨むお釈迦様の姿が描かれています。交通安全機関、安全運転してください、よろしくお願いします。痩せてる人にちょっと頼みます。はい、よし。仏の教えを助けるとされる龍を描いた天井画にも注目です。お参りを済ませた2人は鎌倉駅近くの鎌倉市農協連即売所へ。さあ、鶴岡八幡からね、ずっとこう海側の方に出てきたところなんですけど、はい、鎌倉市農協連即売所ってのが、はい、来ておりますが、お野菜。そうなんです、ね、俺らやとさ、こう関西人やと京野菜いう話はよく聞くやん。もうやっぱ野菜といえば京野菜、もうそんな感じやけど、うん、鎌倉野菜っていうのがあるらしいのよ。うん、まあ、ことならではのなんかものがあるのかね。うん、ちょっと気になりますね。と思ったのでちょっと寄ってみるということで、はい、ちょっと奥行ってみましょう。行きましょう。はいはい、はい、はい。ここは地元の農家が自分の畑で収穫した作物を売る即売所。農家の人たちとのコミュニケーションを楽しみながら鎌倉ブランドの新鮮な野菜を購入できます。丸くないの。そう、丸くない、長い、細い。生で食べてもいいし。生で生食い。真人さん、早速火の中棒を購入して試食。いただきます。あ、うん、辛くないです。辛みはないですね。というか甘みと香りがある。そう。あ、でもカブですわ。カブでしょ。カブカブ。珍しい野菜に出会えるのもこの即売所の特徴。のびのび育った不揃いの野菜も並んでいます。今度は藤原さんが農家の方おすすめのラディッシュをお買い上げ。ラディッシュ、いただきます。はい、どうぞ。中はどうでしょうか。みずみずしい、はい、そうです。色味は、色味はね、またまたここの話やから、またいろんな色が出てくるかもしれませんが、うん、すごい美味しい。何にもつけなくてもこのままで食べれるぐらいみずみずしくて味がしっかりしてます。すごいですね、良いですね、良いです。いけます、いけます。いいですね、いいね。外国人のリコさんを発見。早速お話を聞いてみることに。初めて見るんですけど。本当、うん、はい、いいこと。これはカブ、フラフラディッシュ。フラフラディッシュ。そう。味は普通の。味はちょっと辛い。辛い、はい、辛め。ちょっとだけ。でもサラダで美味しいです、うんうんうん、薄く切って。あ、なるほど。え、これは別に土がついてこの形の色ではない。ない。そうだったらみんな真っ黒で、そうだよね、人参から何だったもね。そうだよね、ちゃんと笑ってあげる。せっかくですから、じゃこれもいっちゃいましょう。いっちゃいますか。いっちゃいましょう。じゃこれお買い上げ。いいチョイス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 。なんと人参をどっさりおまけにもらってしまいました。僕からですよ。いや、もうそうですね。彼からです。こういうサービス嬉しい。いきますよ、せーの。今度は2人で試食。真人さん、真っ黒な株を相手にやや苦戦中。中は白い、中は白い。うんうんうん。辛めある？
うん、思いのほか大根おろしにして結構切った結構くる結構これがおそばとうわはいでもね本当にさあ CM の後はライダーにおすすめのお得な宿をご紹介来て食べてください鎌倉野菜を堪能した真人さんと藤原さんは長谷を経由して県道32号線を北上鎌倉ゲストハウスへとやってきました、うん、到着かわいい着いた鎌倉ゲストハウスはライダー大歓迎の宿なんですさあ旅人に優しい宿ですよ、はい、男女別相部屋のドミトリースタイルで料金はなんと1泊3000円ということで早速訪ねてみるとわー宮大工さんが釘を一切使わずに建てたという建物には風情ある囲炉裏もここはどういう施設なんですか、はい、ここはもともと料亭だった建物を僕が改装しまして、ええ、今まあ、オートバイの人だけではないんですけど、はい、ライダーさんだったりとか、うん、あとは外国から来るバックパッカーさんとか、はい、皆さんこう旅行で来た方に泊まっていただく、ええ、旅館になってますねじゃあでもこう中としてはあとどういったものがあるんですか、はい、施設ははい、ここの共有のお部屋と、はい、あとキッチンがあって、はい、男性部屋女性部屋、はい、お風呂はシャワーのみになってますあなるほどなるほど、はい、なるほどでここ階段降りていただくと下に、ガレージがあってまあもともと僕今もともとメカニックの仕事をやってましたのでそこガレージバーみたいな感じでして階段を降りるとそこはまさにガレージバイクショップの工場長だったオーナーさんがバイクや自転車の整備もしてくれるそうですこれは僕が現役の時に使ってたんです引き出しには本格的な工具がずらりガレージ脇には昨年12月テーブル&バー10もオープンしましたさてここで V ストロームについての耳寄りな話を一つさあ、そういうことでございまして、V ストローム650ですが、この車両にはですね、シートが3パターンあります。今回は、ノーマルシートとローシートを用意して、今、つけているのは、ノーマルシートです。はい、これに、とりあえず、またがってみてください、はい、お姫様。これで、起こしてみます、はい。起こしてみるとどうでしょう？うん。おー、こんな感じ。165センチの私が、バイクを起こしてこんな感じでちょっとチュンですねチュンって感じチュンって感じですねはい、まあ、でもこれでも片足を例えばステップの上に置いたという状況になると、うんうん足はもうちょっとつきやすくはなりますはいつきます、はい、完全にでここで嬉しいところが、はい、メーカーがあんこ抜きのシートローシートを作ってくれているというところです、はい、これにちょっと付け替えてみます、はいこのリアのフェンダーのところにキーがありますね、うん、これを回していただいてでこれを外しますはい外したところにじゃあつけてみてください、はい、前からつけていきます前からカッチンはい、はい、OK, OK ではこれまたがってみてください、はい、ローシートさあつま先どうでしょうはい、はい、起こしましたおーつきやすい。つきやすい。やっぱりほんの少し違う、何センチっていうところですけども、結構重要なところです。うん、で昔は、女子とかに男子が片足つけば大丈夫だからって言ってましたけど、うん自分がその立場になった時にいろいろわかると思います。その時に、やっぱりローシート。あとは、これにハイシートっていうのがあります。うん、ハイシートは、膝の曲がりが緩くなりますので、ロングディスタンス長距離走る時には、足のところ。この曲がりが緩くなる分だけ楽に走れるそういった利点もあります、なので自分の好みに合ったものをチョイスしてください、こちらは販売店さんの方で、ご相談に乗ってくれると思いますよろしくお願いしますここでバイクをチェンジして真人さんが V ストロームに藤原さんがハヤブサに試乗正面に富士山を左手に湘南の海を望みつつ国道134号しばしツーリングいやまあ朝早くから走ってきましたけども、はい、ここは今湘南はい着きました
すごいですね。もう関西人の憧れな感じですよね。憧れですよ。はっきり言って。はい、湘南って聞くだけでテンション上がりますからね。それでも、ああ、冬休みやけどね、大変やけど。でもどうでしたか、バイク乗ってみて。いやまず V ストローム、はい、はい、あのちょっと車体が大きく私から見ると見えたんで、うん、最初ちょっと不安で緊張もあったんで、はい、どうかなって低速時ちょっとヨタヨタしたりとかもあったんですけど、もう乗ってみるともう乗りやすくて乗りやすくて、うん、はい、あのやっぱりあどこでも楽しめるバイクなんだなっていうのが分かりました。なるほど。でまあ最後の方にまたねいたずらでちょっとはやぶさも乗りましたけど、はい、ちょっとだけですけど習ってもらって、どうでしたか。いや私乗れないと思ってたんですよ、はい、正直なんで、うん、あなんかどうしようって思ったんですけど、はい、乗ってみると全然そんなことなくて乗りやすくて、うん、一足でどこまで行くねんっていうぐらいウィンってこうせやね。でまたあれがなんか気持ちくてあ降りれないと思いますね。さあそういうことで無事、交通安全期間も終わりましたんで、はい終わりました。今回のメインテーマ、ね、うん、今見てるとどうですか。だん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 日もね、そうですね、暮れてきてこの後夕日が綺麗なんじゃないでしょうか。はい、ね、こっから先はまた別のテーマで、はい、続きは来週どんなことになるかお楽しみに。この後またまた続くからね旅は。ということで、今週はそろそろお別れの時間となりました。ということで週刊バイク TV また来週、彼女はまた出るからね、よろしくね。ではまた来週、バイバイ。